アニアです。皆さん、パラドックスライブのドープショー事前通販のグッズが来ました。はい、これです。これ80サイズの段ボール。80サイズなのは多分パンフレットがあるから、中身はまあ割とスカスカだと思います。そう、なんかのパラダイの開封動画で言ったと思うんですけど、ドープショーの事前通販がですね、惨敗しておりまして、買えたのがパンフレットと、それからなんだこれ、フォト、あと缶バッジですね。そう、アクスタとリンライペンラ買えなかったです。まあだけどランダム品があるのでね、それで推しを出していこうじゃないかという話ですよ。よいしょ。あ、これさ、1000円で1枚つくシールもランダムでさ入ってるから、それも開けていこうって感じだよね。うん、楽しみ。おー、入ってたね。いっぱい入ってるよ。はい、じゃーん、トレフォト1袋10枚入り。そう、トレフォトはね10枚買いました。でもさ、これ箱推しがさ、どのぐらいで1枚入ってるんだろう、私わかんないんだよね。アニメイトであの3周年のグッズの時、あの開封動画は出してないんだけど、そっちは5パック買ったら1個ね、箱推しがあったんだよ。でもそれはね、かなりレアだったんじゃないかなって思うんだよね。あ、パンフレット、じゃーん、横向きのパンフレットです。おー、いいねー。まあ、これ1人ずつ見たい気持ちもあるけど、まあまあまあ、一応はね、一旦置いてこうぜ。先に缶バッジ行くか。缶バッジは、あ、そう、今回さ、 A グループと B グループあるじゃん。この中で言ったら A が上ね、その初期からいるメンツで、 B グループのこの新ユニットたちね。で、今回私の推しが、まあ、この神林陽平さんと頭なんで、今回で A グループしか買ってないです。そう、 B グループさ、すごい一瞬でなくなったよね。缶バッジも私買った時も A しかなかったもん。だからびっくりだよね。そう、陽平さん出たらここの中入れてく。缶バッジから先に開けようと思います。缶バッジは14個買いました。14、何の数字でしょうか。そう、ここ普通にA グループがさ、14人だから14個。めっちゃ簡単だよね。はい。あー、入り口、みんな。あ、どこ入り口、入り口、開け口はどこ。これです。陽平さんが本当に出てほしい。あ、すごい。袋イン袋みたいになってるね。せーの。お、すっごいホログラム。めっちゃキラキラだ。なゆたくん。え、なんかさ、なゆたくんの顔さ、毎回すごい、うわ、かわいいって思うんだよね。わかる？そう、かなたくんとさ、双子だしさ、同じ顔なんだけど、なんかなゆたくん見るたびに、うわ、この子かわいいって思っちゃうんだよね。はい、で、1人目はね、なゆたくんでした。おー、すごい、袋いい袋はかなり丁寧ですね。はい、せーの。あー、かわいい、りょうくん。りょうくん、りょうくん。そう、りょうくんさ、私、カラオケ、前、兄弟とさ、行ったんだけど、パラダイ歌える人が私しかいないから、1人で歌ってたよ。それ、そしたらさ、もう、りょうくんのパートが一番歌いやすい。本当に。なんか、割とさ、私、声、今これ加工してるからあれだけど、初期の動画とか見たら、普通に、地声で喋ってんのね。で、それだと、声低めないよ、私。だから、割と、女性がしてる男性キャラのボイスが私一番歌いやすいよね。でも、あんちゃんは別ね、あんちゃんはもう完全に女性の声じゃん。あんちゃんみたいに綺麗なお姉さんの声は出せない。そう、だからレオくんがね、女性声優さんじゃないけど、すごい歌いやすい、高さ的に。そう、だから稲妻イレブンとかさ、めっちゃ歌いやすいんだよね、キャラソン。みんな稲妻イレブンわかる？わかんないかな。はい、3人目。今んとこさ、可愛いメンツが来てるわ。はい、せーの。グリッター感めちゃくちゃいいよね。頭ってさ、なんか美人だけどすごいいかついよね。なんだろう、あ、アイメイクとかもあるのかな。すっごいなんか美人でかっこいい人だなって思うんだよね。はい、お、今のところ赤いやつらが2人。おー、おー、怖え怖え、教えて。あ、でもね、今のところダブりないね。ダブりなかったらさ、全員ゲットできるから、もう本当はダブりなしが理想的ではあるよね。はい、せーの。あんちゃんは本当に毎回毎回ヘアアレンジありがとうございます。もうどんどん毎回してください。もう可愛いヘアバンドも似合ってる。え、何？待って、ピアス超可愛くない？みんなさ、これ同じピアスつけようと思ったらさ、もう絶対ないから、みんなハンドメイドだ。もうハンドメイドしよう。うわ、可愛い可愛い、可愛くて美人な人しか今いないぞ。なんかイケメンが出てこない。私の推しなんだけど、イケメンの分類は。はい、次です。せーの。あ、危ない。ちょっと待って、てかまださ TCW 誰も出てないんだけど。危ない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 。出てくん、出てくん、よし、頼むぜ頼むぜ。青色、青色来い、青色来た来た。そうそう、よくね、この推しがさ、髪かき上げてんだよ。そう、セカンドの時のさ、この髪アレンジもめっちゃいいんだけど、しかもさ、目線こっちに合ってない？え、今までの子もそうだった？
あ、洋平さんだから気づいたのか。なんかほらさ、こっちのパンフレットのさやつと違うんよ、目線が合う。なにこれ、ステージにいてさ、あ、かっこいいってこっちの見てたらパッて見てくれたっていう缶バッジで OK。 つまりこれは全部パンサ缶バッジ、パンサ缶バッジだこれ。これはもう一個出したいよね、もし。はい、ちょっと待って、せーの、お、ぜーん、よっしゃ。いや、いいぞいいぞ、5分の3が揃った。よし、残りはあと2人だよ。あかんやつら、あかんやつらはさ、やっぱ家族5人でさ揃えてあげたいね。はい、いくぜいくぜ、青色来い。おー、ことの葉さん、いいじゃないですか。わ、ちょっと見て、クワドラ X 揃っちゃった。いやマジさ、次のシャッフルのさアルバム出すとしたらクワドラのさ過去の曲出してくれませんか。私ずっと待ってます、よろしくお願いします。おーおー、はい、せーの、あ、全ダブリです。そう、頭の誕生日をさめちゃくちゃ楽しみにしてたのが全だと思うんだよね。そう、あのツイッターとかあのパラトラ見たらなんか一番楽しそうにしてた。よかったね、おめでとう頭。はい、ちょっと待って、じゃ TCW 残り2人も欲しいんだけれど、可愛い子猫ちゃんが出てないぞ。はい、せーの、ありがとうございます。もうなんかすげえなんかキモいね、なんかかっこいいみたいになっちゃう私が。うわー、めっちゃ、もう一個出てくれた、愛ですね、ありがとう。え、てか何、マイクの持ち方めっちゃかっこいいんだけど、え、何、口元にさちょっと直接当たらないような持ち方、いいっすね。え、このさアイアン先上げのこの一本が出てるのもすごい、作画めちゃくちゃいいです、ありがとう。大変だマジさ、今日金曜でよかった、明日仕事できねえもん。はい、次、せーの、この二人はね、もうずっと一緒にいて、もう絶対もうこれ以上話さないで、公式お願いします。てか目めっちゃ二人とも綺麗だね。やっぱさ、推し以外はさ顔をまじまじとさこう見ることが私ないので、こうやって見たらほんとすっげー美形だね。もうすげー、なんかマジで、なんか缶バッジ開けるの超楽しい。あと残り3個ですね。はい、いくぞ、はい、せーの、あ、せーの、わーい、さつきちゃん、これさ、めっちゃよくない口元。うわ、これなんていうの、八重歯だっけ。めっちゃいい。ほら、一緒に横に置いてあげるよ。もう絶対さ、あんちゃんがこっちにいて、案外見てるぜ、よっしゃ、かっこいいとこ見せてやろうっていう感じに見えちゃう、私には。いや、この二人もさ、めっちゃ可愛いよ。はい、残り2パック。はい、開けるぜ。え、シッキーとリュウ君が欲しいな。あ、頭。あなたも2つ目出てくれたの？え、ありがとう。何、元バリーで2人ずつ来たの？最高じゃん。ありがとう。はあ、嬉しい。出てない子が欲しいですね。はい。最後の1人はこの人です。あら、レオくんじゃない。レオくん、ごめんね。北斎いないんだ。北斎出なかったんだよ。こんな感じになった、缶バッジ。あー、シッキーとリュウくんはちょっと悔しい気持ちはあるけど、あ、押し出てよかった。はい、次はね、トレフォトに行こうと思います。はい、じゃあトレフォト開けていきます。トレフォトってさ、何枚入りなんだっけ ?3 枚やっけ、ちょっと覚えてないな。これ1枚目、1パック目で確認しましょう。はい、お、2枚ですね。2枚。うん、そうだね。はい、じゃあ行くよ、せーの。あー、ベイの皆様、あんちゃんはさ、缶バッジ出てくれたけど、このお二人さん、出なかったよ。まあね、あのウィルのグッズでさ、ハジュンアレンはさ、いっぱい出たから、その分ってことかな。はい、次、せーの。あら、これは大集合じゃないですか。あかんやつらーん。え、集合写真はさ、みんないるからさ、お得感がありますね。マジで、箱を知ってさ、10パック買ったら、1個はさ、あるものですか。私、わかんないんだけど。せーの。あら、ゼンさん。いやー、眉毛もたくましいね。で、なんかゼンのね、ビジュアルのいいところは、ここの刈り上げ部分だと私思うんだよね。みんなどう？いや、筋肉もそうなんだけど、この刈り上げ部分がなんかちょっとやんちゃさをさ、ビジュアル出してていいと思います。はい、せーの。あ、りゅうくん、よかった、りゅうくん、トレフォトできてくれた。なんか、おって感じで、かわいい、この表情。これ、りゅうくん推しの方さ、ピアスめっちゃ開けてくるんかな。ちょっとそれもさ、そう、読書参戦するから、そういうのもさ、注目していきたいと思いますね。はい、3パック目。誰が出るんだろうな。せーの。やっぱさ、缶バッジよりもちょっと面積が広めないよ。だからね、このたくましい二の腕が見えてる。わーっと高そうな腕時計。
これさ、売れ時計自分で買ったんかな、それともサイモンさんのお下がりかなとか、そういうの考えるのもさ、すっごい楽しいんだよね。はい、せーの。あら、あら、何、もっとバディーで来てくれたん。そうそう、私バディー推しなんよ、もっとバディー。ありがとう。あ、ここの時計ピンクゴールドなの、めっちゃ可愛いじゃん、ファビュラス。うおー、ここに置きたいけど、インメイトとかで隠れちゃう、ダメダメ。はい、せーの。あら、さつきちゃん。そう、やっぱここだよ。やいばやいば。さつきさん、あなた帽子とタトゥー、同じ同じ、わかんない、同じですか、模様。あの、知ってる方教えて。どうなんだろうね、たまたまか、たまたま似てるだけか。はい、せーの。あー、かわいい、お顔ほんとかわいい。なゆたくん、なんだろう、なゆたくん、なんかこの跳ね具合も完璧なんだよね。なんか寝癖ですって言われても、これは完全にセットされてるみたいに見えちゃう。はい、かわいい。あ、なんかさ、今回引きないってレベルでなんかみんなアップできてくれる。引きなかったっけ、あったと思うんだけど。次ね、せーの。あ、引きあるじゃん、ほらほらさ、いや、見て見て、みんな見て。そう、読書の時しか陽平さんのタトゥーがさ拝見できないんですね。何この説明口調。そう、読書の時じゃないと半袖をさ着ないじゃん、基本。基本あのライダース着てるじゃん、多分バーの時もあのシャツ着てると思うんだよね。だからちょっとこうタトゥーを見れるのがすっげーありがてー。でも絵描く時にこれむずすぎんか、めっちゃ入ってるぞ、花とバラと鳥のような模様と。解説してほしい、これはどういう思いで入れたのか、そういうさ設定資料ないかな、出してほしいな。はい、次。かわいい、シッキーさ、缶バッジでなかったね。でも何このお手て、超かわいい。なんかさ、シッキーはさ、お姉様方がファンに多いと思うんだけど、どう思うみんな。そう、なんか心安らったさ、お姉様方がすっごいシッキー見たら癒されると思うんだよね。だってかわいいもん、見て、かわいくない、絶対さ、大人になったら身長も大きくなるパターンだと思うんですよ。次、せーの。あ、おっ、頭の白押しが来た。うわー、すっごい、3周年の時もね、北斎のあの白押しが出たんで、すごいなんか赤いやつらに縁があるのかもしれないですね。はい、せーの。あー、やった、 TCW 全員バージョンです。いや、こりゃ嬉しいぞ、全員はほんとお得なんでね。うおー、頭レインボーに光る、ありがてー。これさ、やっぱり10パックに1枚かな、もう1枚欲しいな。せーの。あ、あんちゃん、かわいい。そう、このピアスね、みんな頑張って作りましょう。あんちゃんのさ、アイメイク講座みたいな、なんか YouTube でさ取り上げてくれないかな、すごいバズると思うよ。はい、次、せーの。あ、北斎、あ、北斎のタトゥーもまたすごい模様ですね。やっぱ虎かな、これはね、虎の背の模様だと思いますね。そう、北斎のファンもさ半袖着ないじゃん普段、だからうちみたいに、私みたいにね、ありがてーって思ってると思う、この読書の T シャツ。あと残り3パックですね。せーの。あら、すごいさ、顔がさ楽しそうで可愛い。いや、本当にラップ好きなんだね、可愛いねってなる。はい、せーの。あ、あら、スザクエン、彼方じゃないですか。何この絵、めちゃくちゃいいじゃん。え、これで飾れるぞ。め、何これ、何これ、めっちゃいいパックじゃん。せーの。あら、頭白なしバージョン。はい、せーの。あ、でん、ここもいいよね。あ、もう全部めっちゃ分厚いね、体。いや、分かってたけど分厚い。はい、これがラストです。せーの、じゃーん。わお、ここの破産。いや、この前髪、この何、ウェーブがかっこいいじゃないですか。あ、この指輪があるのがまためっちゃいい。強かった。私はね、椿さんとサイモンさん夫婦推しなんで、もうほんとそこ、マジ小説読んだ、みんな、パラダイの小説、あの公式のね、パラダイの小説があるんだけど、もうそれ読んだらもうやーべー、もうそれでさ、ゲックできるよ。椿さんとサイモンさん出会って別れまで、マジでゲックだよ、ほんとに。はい、次、せーの。あらー、いいじゃない、シッキーとサイモンさん、あ、本当にここもさ、なんかすっげー親子だよね。最後はね、この2人が来てくれました。いや、待って、 TCW さ、今回は全員アップが出たんじゃないですか。出たよね。どこ行った、あ、そう、あ、よかった。なんかさ、割といつも TCW の1人足りないみたいなことがあるから、いやー、よかった、 TCW 4人揃った、嬉しい、ありがとうございます。はい、続いていきますよ。こっからはね、 B グループの人も出ます。そう、特典のステッカーたち。それではいきます。これは最初に段ボール開けた時から見えてました。はーい、コートノハさん、コートノハさん、めっちゃかっこよ。うわー、この方も胸板熱いよね、脱いだら超絶やばいと思う。絶対さ、読書あるからさ、体鍛え直してきたと思う。ちょっと待って、今なんかいろんな色見えちゃったんだけど。はい、次はこの方。はい、わーおー、もう絶対財布の女の子がいっぱいいると思う、シオンさんですね。シオンさんってさ、身長高いよね。あ、どんくらい、あー、覚えてないな。
絶対、あ、待って、この方ネイルしてるわ。うわー、絶対あのクズに引っかかる系の女の子がめっちゃ周りにいると思う。すっげー偏見だね。はい、次、せーの。おら、頭、今日はいっぱい来てくれますね。ありがとうございます。いや、後ろ紫なのもいいね。いや、待って、これさ、マイクの色あんまり注目してなかったけど、マイクの色さ、みんな違うんだね。ユニットごとか、ユニットごとで違うんだ。え、かわいい、金とかめっちゃいいじゃん。ゴールド、ゴールド。はい、お次はせーの。あー、かわいい、この背景のターコイズブルーみたいな色めっちゃ好きなんだよね、私。はい、かまたくん。うわー、うわ、これ、これすっごい配色、めちゃくちゃ好き。配色とか言っちゃった。はい、次、せーの。あー、りゅうくん、りゅうくん。最近ウィルの投票期間終わったじゃん。その時に投票期間中、そう、リュウ君とシッキーがさ、割と同じタイミングで投稿してたから、2人で一緒にスマホ見てたのかなとか思ったらね、めっちゃ可愛いよね。はい、めっちゃいいですね。はい、あら、可愛い、カンタロウさんじゃない？いや、あざてー。いや、さすがアイドル様。いや、マイクの持ち方もこの首の角度、あ、てか目めっちゃレインボー、可愛い。この口元の口角とかさ、なんか全てがあざとい、なんか分かり尽くされてるね。さすがです。はい、次、せーの。ゼンさん、ゼンさんも今日いっぱい来てくれる。あれ今でも覚えてるんだけど、学園一の馬力を誇る上腕二頭筋、確かそうだったよね。パラダイ、パララブか、あのエイプリルフールのやつ、なんかすごい印象ありすぎて覚えちゃったもん。はい、次、せーの。あら、みんなの兄ちゃんじゃないですか、しょうごくん。いや、しょうごくん一番最初にさ、キティのミュージックビデオを見た時に、あ、すっげえ K-POP だと思って、なんかジャニーズじゃなくて K-POP、 なんか配色とか、あとダンスもすごそうっていう勝手に思ってる。いや、ミュージックビデオほんと可愛いし、本当にピスティの曲は本当に元気になるよね。なんか力を与えてくれる、私たちに。ありがとう、ほんと、ほんと頑張れるこの曲で。はい、ありがとうございます。あら、ミスティ続きですね。プリンス葵さん。プリンス葵さん、王子様キャラでやってらっしゃるじゃん。だけどさ、こういうピアスとか可愛い装飾をさ、いっぱいつけちゃうところもさ、すごい好き。すごくいい意味でね、紳士の王子様キャラって感じ。すごいビジュアルにしてもさ、中性的だしね、可愛い。はい、次。おー、いつきさん。え、なんかいつきさん、なんかこれすごい男性って感じがする。わかる？わかる？男性、すごい男性。なんかごめん、男性ばっか言って。いや、すっごいかっこいい。え、だってこの容姿でラップもするんでしょ？めちゃくちゃやべえな。はい、お次、せーの。さつきちゃん。いや、いいね、このおてて、おてて、いいと思います。さつきちゃんもさ、なんかすごいドラマパートで自分が想像したら、割と小さい小学生とかを考えちゃうんだけど、高校生だもん。しかもめっちゃ筋肉あるからさ、多分本物見たらびっくりすると思うわ、自分。え、こんなかっこよかったのってなっちゃいそう。はい、お次、せーの。あ、いいじゃん、この流れ、レオくんとさつきちゃん。いや、この二人さ、もう腕の筋肉量めっちゃ違うね。もうこっちはすっごいレオくんキャシャーって、こっち筋肉ゴリゴリって感じ、かわいい。そう、レオくん、レオくんね。はい、次。あら、かわいい、シッキーちょっと痩せすぎだね。もっと食べて、絶対もうなんかシッキーが目の前にしたらさ、もう何でもおごっちゃうと思う。あ、もうこれも食べて、これも食べて、何食べたいってすっごい困らせちゃうね。でも困らせたい。すごい、もうシッキーに関してはさ、もう毎回なんかすごい厄介なオタクになっちゃう、厄介ババアみたいな。はい、次、せーの。あら、チュンソンさん。うわ、口元のピアスがエッチですね。ここのさ、ピアスハートなのかな、かわいいね。え、なんだろう、前髪がこう垂れてきてるからかわかんないけど、すごいこれ、これなんか色気のあるさ、ポーズとか半袖でもないんでさ、すごいすごい、なんかすっげー綺麗、綺麗な方だね。お坊ちゃまはちょっとまだ来られてないです。はい、すいません。はい、せーの。あら、お坊ちゃま、お坊ちゃまがラストだ。うわ、何、お坊ちゃまが来るから先にどんなやつか見に来たってこと。うわ、びっくりした。ちょっと待って、陽平さんいなかった。陽平さんいなかった。いないじゃないか、びっくりした。あ、でもね、これで購入品全部なんだけど、あの読書の前日物販がね、当たったので、それであのペンライトと、あと T シャツとか、あとアクスタカーゲットするから、それでこの特典陽平さんリベンジをね、したいと思います。ねえ、みんな見てこれ。またなんか陽平さんだけさ、特典ステッカーのやつ TCW 唯一出なかったんだよね。いや、あのパラダイカフェの時もさ、コースター陽平さんだけさ TCW 出なくて、でなんか特典運がなさすぎる。ランダム商品はさ、割とちゃんと出てくるんだけど、なんでよ、そんな、そんな、でもね、3周年の時もさ、こういうステッカーもらえたじゃん。その時もさ、先にあのサイモンさんとリュウ君とシッキーが揃ってさ、もうマジ陽平さんでなさすぎて、メルカリで300円で1個1枚買ったもん。うーん、もう、はい、ということで見てくれてありがとうございました。マジで待ってろよ、特典ステッカーの陽平さん。もう絶対に自力してやるんだから。